ございます。減量を始めて1ヶ月が経ちました。本当に今日は俺減量今回で4回目なんですけど、過去最高に絞りが早くて楽にできてるんで、楽っつっても脂肪削れてくから辛いんですけど、そのコツをね、皆さんでも簡単できる、そして1日5分あれば誰でも減量できる、はい、スムーズに。そして減量ダイエットの概念をこの動画で変えたいと思いますので、ぜひプロタン流見ててください。ということで、まずはどれぐらい変化したか、1ヶ月で脂肪だけを削るね、減量、じゃあ見ていきましょう。はい、顔もねすごいシュッとしたと思うんですよ、1ヶ月で。1ヶ月であればもう、まあ俺みたいにそんな極限まで絞るとかしないと思うんですよ、これ。でもここまで1ヶ月で変わるんで、だからちょっと食事の内容とか、こと細かくは見せないです。まあ、多分共通するところあると思うんですけど、今日はコツということで、誰でもできる、万人ができるコツを、はい、ね。はい。これでございます。すごくない？我ながらさ、過去一番絞り早いのよ。まだ大会まで、ほんと57日あるのよ。2年前に大会出たんですけど、それの2ヶ月前はこれぐらいです。ちょうど同じ時期、大会まで2ヶ月前のやつ。絞りのスピードが全然違うんですよね。で、お腹の脂肪もこれぐらいになりました。して細くなったね。体。ウエスト超細くなった。お恥ずかしいんで来ます。はい、じゃあまずは食べるものですよね。これは皆さん我慢してほしいんですけど、我慢のところが違くて、食べないようにしないとっていう、量を減らすんじゃなくて、量はむしろ増やしてもいい、お腹いっぱい食べてもいい、その代わり食べるものをきれいにする、そこだけ意識して、まあ、常にもう体第一に、自分の感情じゃなくて私利私欲の感情じゃなくて、体を第一に考えて生活することがまず大事。白米だったらさつまいもに変える、同じ炭水化物でも。牛肉だったら白身魚に変える、特にタラとかいいんですけど。で、野菜だったらまあそのドレッシングをかけないとか、物を進化させるといい、綺麗な方に、はい、綺麗なジャイアンに進化させていく、これがまず大事です。冷蔵庫の中身が大事なんで、ダイエットを成功させる、ダイエット冷蔵庫のダイエットの中身、さつまいも、緑のやつ、イエロー、かぼちゃ、もうあとはしいたけ。何が言いたいかというと、食うものを厳選する、限られてる。だからこれでずっと回してるんですよ、1ヶ月。他のものは食わない、ただこれをいっぱい食べれるっていうね。そのさ、ダイエット期間は同じものしか食べない、これはほんと我慢して、その方がいっぱい食べれるからね。他のものは食べちゃダメな、ここが一番大事なの。同じものをずっと食べ続けんの。愛し続けて栄養素をしっかり知る。これが、もう恋愛と一緒だよね。そうすることで何が起きるかというと、原因がわかるんですよ。太る。痩せる。痩せた原因、太った原因が、マジで明確化される。あ、さつまいも、あの時、今日よりも昨日の方がちょっと多く食っちゃったから今日太ったのかなとか、素材のものが常にそれループしてると分かるじゃないですか。外食あれしたりこれしたり、コンビニあれ食ったりってもうごっちゃになってるんですよ、食材で。痩せたいのに痩せれないって人はごっちゃになってるからなんですよ、素材を。整理整頓しても、素材をもう把握できるぐらいの食べ物の量にしとく。そしてもう一つは腸内環境でございます。はい、こちらとこちらでございます。皆さん朝ね、コーヒー飲みたがる人いっぱいいるんですけど、コーヒーダメことないですよ。なんかそれ飲むんだったらこちらリンゴ酢、もちろんちゃんとしたね素材のやつ、リンゴ酢と、でこちら俺がブレンドしたハーブティーでございます。ハーブティーは2種類入れた方が効果あるって言われてるんですよね。コップ1杯に大さじスプーン大さじ1杯ぐらい、はい、朝これで過ごせます。クリーニング、はい、そして次に朝散歩することが大事なんですよね。でもこれもね、無理しちゃダメ、無理しちゃダメ、あ、したいなと思った時にしていいんだから、でもした方がいいんだ。
やっぱり空腹中に有酸素すると脂肪燃焼するからね。でもそんな、うわ、燃やすために有酸素してるって思っちゃダメダメ。こういう気持ちが大事なの。こうやって歩いてさ、うわ、木々がすごい日光浴びて光合成してるなとか、うわ、太陽ってこんな気持ちいいなとか、そのものに対して興奮する。うわ、こんな人歩いてんなとか、うわ、お仕事大変そうだなとか、やっぱり生きててさ、人って人数、限られるじゃん、生きていく上でさ、出会う人数なんて。でもこうやって減量することによって、行動の幅が広がって、朝歩いて人と出会うことなんてほぼないからね。こうやって出会わない人と出会っちゃってる。ディアルガとパルキアみたいな感じで、これがね、運命の出会いにつながる可能性もある。もはやうまそうなストロベリー味のポッキーにしか見えねえ。うわ、オレオのミルクレープだ。うわ、野いちごがいっぱいや。あ、地蔵だ。普段牛食わないんですけど、ちょっと揺さぶりかけるってところで、体重が減らなくなったら糖質のね、さつまいもの量を減らして肉を増やしたり、その肉を増やす過程で赤身に変えてみたり、魚からっていうのでどんどん工夫していきます。だから食材はその決まった、さっきね冒頭で言った通り、決まった食材の中からカスタマイズして入れ替えていくっていう感じですね。グラムを測るということです。食べた量、これに尽きるよね。食べた量を覚えてないと、私食ってないって思ってても食ってる時ってありますから。はい、できました。朝ごはん、牛もも肉と椎茸とレタスの盛り合わせで、まあ、慣れてくるから、本当に慣れてくる。ここ本当、さらにこれまたポイント、プロダンズポイントで大事なのが感情なんですけど、減量する時の何が大事かって、怒りです。絶対に怒り、怒りとか憎しみとか、そういう感情でやるのが一番続く。なんか振られたとか、そういう強い憎しみ、怒り、俺ももちろん怒りでやってるんですけど、まあ、自分に対するね、ひっくり返して成功してやろうっていう、もう その怒り、なんであなただな、常に強い怒りを持ってやれば、うわー、なんでこんなことやってんだろうと思った時に、その強い怒りが減量を進めてくれるから。でも朝からもう何も食べずに3時間経ってね、歩いたらこんな感じなんですけど、もうお腹ペコペコ、もうすげえ空腹で、ここら辺がグー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 って辛い。だけどその考え方を変えるんですよ。そのやっぱ細胞を若返らしてるんですよね。やっぱご飯食べると消化に細胞がさ働いちゃってさ、疲れちゃうんですよ。消化するためだけに体働くからさ、なんかすごい疲労が出たり、老けちゃったりね。やっぱジャンクばっか食ってると老ける人多いじゃないですか。でもやっぱこの空腹にしとく、こうクリーンにしとくことによって、細胞が今頑張って若返らせてくれてる、脂肪を燃やしてくれてると、この空腹が。そう思えたら空腹を楽しめるようになってくる。だんだん今頑張ってんだなって、体が燃やしてくれてんだなって、理想の自分に今生まれ変わってんだなっていう、その成長過程って思えるようにしましょう。食べるよレタス。レタスとかこんな率先して食う生活習慣ないでしょ。はい、そして今回のタイトルにあるから、1日5分、いや、なんなら1分やるだけで絶対に痩せていく原因が、太っている原因が分かる方法をお伝えします。それは9月9日からブワーっとあって、今何が書いてあるかというと、食べたものをメモすることです。これで全然変わってきます。例えば9月9日、まあ、胸トレ、運動したことも書くんですね。どんな運動量だったかと、その摂取したカロリーで体重が何キロだったか。10月10日を見ると、62.1。3キロも約落ちてます、1ヶ月で。で、それを見ると食事の内容とかが変わってるんですよ。どう変えるかっていうのは、自分が満足できる範囲で、変えていく。シンプル。どういうことかっていうと、
運動を増やして、この運動量でこんだけ満足できる食べる量を食べて、次の日朝上がったら太ってたら、あ、じゃあ食事を減らすのか、それは我慢できるのか自分で、いやいやそんなもっと食べたいよってなったら運動を増やして食事をそのままにするかっていう、そのカスタマイズどっちかなんですよ。その最初に冒頭にあった食べれるその手札の中で、これ全部ね、これしか食わないから、ブロッコリーとか、だからこのカロリーさえ知っとけばいいんですよ。だから食べるものの量とカロリーをある程度知ってるから、これぐらい食ったらカロリーこれぐらいだな、糖質の量これぐらいだなってわかるじゃないですか。これを1日メモするだけで、あ、体重減ってるわってなるじゃないですか。一喜一憂せずに済むんですよ。でもまだあと3キロぐらい絞れるんで、まああともう2回りぐらいげっそりすると思うんで、その時には1日の食事の内容とか運動内容教えたいと思います。今回は万人ができる心構えと、まあそういうものでした。コツでした。ありがとうございました。バイバイ。